When the sun goes down, here with you I'm found. In your love I drown, I wouldn't have it any other way. はい、どうも、しゅんです。今日ね、ちょっと暇になったんで、海にドローン飛ばしに行こうかなと思って、今からマクタン島に行きます。The Mactan Island. Okay. Mactan Island? Yeah, island. Huh? Just here? What do you need? We need, I need to pay entrance fee for something that. No, 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 entrance. Oh, really? Thank you. Yeah. Ooh, oh, shit. So, 今ね、ラプラプに着いた。Yeah, this, this is Lapu Lapu. Yeah, right? Yeah. Lapu Lapu. It's not close today. Yeah. Only Magellan. Magellan marker. Oh, yeah. History. Ah. Lapu Lapu history, history, Magellan yeah. history. Oh, okay. Already, already vision. Lapu Lapu. I cannot get in the. Yeah, yeah. No, ah, really? No. Oh, shit. No. なんかね、ここ入れないらしい、中は。ラプラプっていうとこに。ラプラプ？わかんないけど、なんかとりあえずマクタのとこに来たんだけど。ラプラプ。Yeah. I. Close. Ah, really? It's yeah. closed. Yeah. Ah, ha ha ha. Ah. Okay. Omi high tide. Okay. Mangrove. Sakana ipai, turi ipai. Yeah. Sasing tuta. Yeah, I think it's really good. Nah, yeah, enjoy. I have. Ah, really? Engine boat around. Sasing to.Yeah, how much is it? Just 1 hour? Or... 1 hour? Oh, yeah. Okay. 1 hour. Because engine boat. Yeah. 1000 peso. Ah, really? How much is your budget? なんかね、なんか現地のおじさんにね、ツアーっていうかボート貸してもらえることになったから、いい絵が撮れそうかな？わからんけど。うん、1000ペソで連れてってくれるらしい。ボートでなんか、なんだっけ、そう、島とか、マングローブの手入れしてるらしいから、それでね。なんか、日本みたいに射的のやつがね、近くにあるし。100ペソ？ああ、パン、パン。おぉ、really? Okay. お、CC がね。ちょっと待ってね。いやいやいや、Thank you. よし。いや。なんか海に着いたからね、これがちょっと GoPro に切り替えようかな、多分。はい、じゃあ。
This one, part of the island hopping. Oh, oh, shit. Oh, no. Ah, shit! Look. Oh. Oh. Oh my god, shit! Oh. Oh. Okay. Damage? Yeah, damage. Oh. はい、ね、行ってきて楽しかったんだけどね、ドローンが壊れちゃいました。マジでね、なんかドローンにっていうね、ハンズフリーのボタンを押してバッてやったら木にね、引っかかっちゃって水にね、海に落ちちゃいました。マジショック、マジ。もうせっかくね頑張ってオーストラリアで買ったのに、マジ。まあね、これから頑張って稼ごうかなっていうモチベがねあるだけいいかな。でもマジデータ残ってるかな、わからんけど、まあでもね、よかったから。うん、海は結構マクタン、マクタン実際来たの、マクタンの海か、マクタンの海実際来たのは初めてかな。うん、ほぼ初めて、プライベートビーチ以外はね初めてで行ったんだけど、綺麗だったからね、まあいいかな、良くないけど、ね、でもおじさんねめっちゃ優しかったから楽しかった二人でね見知らぬおじさんとなんかそう言い忘れたけど、とセブシティからねマクタン島のラプラプ、なんか銅像が有名なのかな、があるとこまで350ペソかな、タクシーで350ペソだから、そんなにね高くないし気軽かなと思います。ねショックだね、やっぱり。マジ。それでね、それで、今から多分ってね、まあ、アヤラでね、アヤラモールっていうとこ、アヤラモールっていうとこがね、あるんだけど、そこでご飯というか、おやつ食べようかなと思って、行きます。動画作るかな？どうだろう？わかんないけど。